まあ、イケメンは確かに続いてますけれども、あの前回ロードトゥで茂木選手見たんですけど、前より体もがっちりしたような感じに見えるのは、そうですね、大きくなってる気がする。いや、まあでも深谷選手も今日もギラギラしてますね。目のパワーがすごいですね。いい緊張感ですね。いや、まあこの茂木俊介、まあ、僕はあの小さい頃から知ってるんですけど、はい、本当にタイに行って本当にいろんな修羅場をくぐってきたオーラを感じますよね、こう見てると。日本にいれば当たり前のように言葉が通じて何でもできる状態、しかしタイではそれがいけません。第2試合64キロ契約3分5ラウンドスタート。お互いローから入りましたね、うん、さあ前蹴りを見せた深志、ロー、さらに持ってきるロー、動きが速い、速いですね、うん、深瀬選手は少し様子を見ながら、はい、はい、ってますね、ストレート、お互いジャブロー、ジャブローですね。これは石井さん、リズムを測るというか、そうですね、あとは距離ですね、はい、どの立ち位置でどう蹴れば当たるのか今お互い探ってます。であと左のジャブですね、左のジャブと右のローキックで距離を探ってます、ね、宮城さん、これで距離がつかめれば一気にっていう、そうですね、はい、お互いローで確かめてます、うん、さあ近くなった肘、うん、ローの蹴り合いですね、音がすごいですね、ローキック痛い音がします。深井選手カットしないとちょっと効いてきそうですね、茂木、うん、はい、選手のガードいいですね、うん、パンチ警戒してますよね、うん、パンチ強いの分かってるんで、はい、ガード固めに、はい、来てますね、足まで行きたいな、そのあたり深井のパンチの危険性を十分に認識している茂木、ストレート、ガードガードガード、ストレート、ナイスナイス、さあテンポを上げてきた深井、明日まで明日まで、そう、まあ、お互いこの左のジャブを忘れないことですね、なるほど、はい、常にこの左のジャブを出しておけば、距離保ってますね、コンビネーションアッパーも入れてきた深井、ちょっと深井君の距離になってますね、そうですね、前がかりになってます、ウッドワンツースリー、捉えたか、前蹴り来るか、さあ深島一気にいくか、茂木選手ちょっと手数が少ない、そうですね、攻撃されたら返した方がいいですね、どうでもいいから、そうですね、緊張あるんですかね、さあどうでしょう、ラスト30秒膝で返したパンチ、茂木のワンツースリー、今落ち着いてますね、深島選手見えてますね、パンチの打ち合いの中でもしっかり相手を見ながらディフェンスできてますよね、とにかく深谷は前回の激闘でダメージ大丈夫かという面もあったんですが、うん、すごく見てますよ相手のことを、深谷選手は肘、もううまいですね、入ってくるのに、さあ第1ラウンドが終わりました、ああいう最後ですね、はい、相手が入ってくるに対して左の肘ですね、はい、ああいうカウンターで出しておくと相手はちょっと入りづらくなってくるんですよね、次のラウンドが、はい、やっぱり警戒しだすとなかなか入れない、はい、なのでやっぱり肘の怖さですよね、そこは、はい、至近距離に入ると肘が飛んでくるっていう、やっぱり 脳に入ってくるとですね、なかなか入りづらいんですよね、なるほどね、はい、さあ宮城さん、はい、1ラウンドの深志どうご覧になりました、はい、そうですね、まあその最後の攻撃が深志君っていう印象的があって、茂木、はい、選手から始まり深志選手が最後に攻撃したっていう点では印象的が的になったんじゃないかなと思いますけど、さあ次は第2ラウンドになりますが、さやさん、はい、まあ、茂木選手が、ね、どう、こう逆襲していくかというのを見たいですよね、そうですね、お互いまだちょっと探ってる感があるんで、うん、はい、ガンガン行ってほしいですね、第2試合64キロ系第2ラウンドスタートです、はい、5ラウンドありますからね、うん、やや距離が近いか、茂木選手は少し上、そうですね、ミドルの数を増やしてくるんですね、はい、このラウンドから
ボディからのコンビネーションは深しパンチ入りますね。前蹴り、さあ2人、じゃあ選手も単発にならずにつなげていった方がいいですね。ジャブローベ、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 ジャブ何回かやってますよね。いやいやいや、距離を、そうですね、距離を下げてるんだと思います、はい、頭を押さえるような格好ですよね。さあところ痛い痛い、さあちょっと効いたか、ボディ前に出前に出ます。ストップ、はい、若干17歳の元木、さあ柏のコンビネーションなるか、肘入っていく、距離が近い、ボディからコンビネーション、はい、茂木選手ちょっと距離を詰めてきましたね、はい、おー来た、少し来ましたね、ボディ右下チラス、はい、まで行きたい、おーナイス、茂木選手動いた方がいいです、ロープ背負わないで動いた方がいいですね。さあそこに一回一回前に行った、おー足に来てますね、まあ、でもガードの隙間からちゃんと見てますよ、まだ見えてます、相手のこと見えてます、はい、さあここ でああいう風にロープ背負って止まってしまうと深谷選手やりやすいので、少し頑張って動いた方がいいですね。さあ深谷選手は糸間を与えません、休む糸間を与えない、いいですね、ちょっと返す、はい、あこれは肘を返そうとしてるんですけど、ちょっと力がないです、力がないですね、はい、ちょっと足元をおぼつかない感じの無敵選手は落ち着いてますね、落ち着いてますね、狙いしましたか、いろいろ散らしてますよ、はい、はい、さあガードの隙間からストレートフック、もう何を倒そうか今、はい、探りながら攻撃してます、両方2勝目、両方って感じですね、はい、返したい、茂木返したい、で茂木選手の返し技もしっかり見えてるので、で今みたいにジャブを出せてるので、もう自分の距離保ててますよね、はい、茂木のパンチ当たりません、ちょっと回復しました、さあ残りが間もなく10秒というところ、第2ラウンド、さらに打ち合う、ダウン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 、今ゴングが鳴りましたが、ゴング少し前に倒れたんでダウンですね。1、6、7、8、ファイティングポーズ、はい、第2ラウンドが終了です。今のは石井さん、ゴング、はい、間際少し前ですね。そうですね、前ですね、ダウンですね、今のはもうゴン、はい、ゴング前だったので、ゴング前の、まあ、はい、ちょっと足切っちゃってますかね、あ、はい、ですね、あの顔を聞いてる中でちゃんと死体を崩していく深志選手の落ち着きさ、うん、で攻撃しながらも相手をよく見えてるので、はい、距離を自分の距離で保ててるから、返してきた技も全部避けられてるんですよね、深志選手、はい、吉井さんこのラウンドは深志と茂木何対何ということになりますかね。あ、もうダウン取ってるのは、まあ、はい、10対8で深志選手ですよね。宮城さんどうでしょう、はい、はい、僕も吉井選手と同じ、石井選手です、それ僕引退してます石井さんと同じ意見で10対8、はいはい、まあ、やはりダウンを取ったということですからね。セコンドアウト、セコンドアウト、さあゲストのお二人もあっという声が出ましたけれども、茂木選手のダウンの瞬間には、さあ3ラウンド、この17歳の茂木が押し返すことができるか。茂木選手も我慢強いですからね、このままで終わらないと思いますよ、行かないと、それはもう深橋選手がよく分かっていると思うんですよね。一度二度のダウンで終われないという、はい、さあ第3ラウンド一気にいきます、見えてます、ね、回していく、どうしても足に効いてきちゃうとああいうふうにパンチでいってしまうことが多いんですね、やっぱり一発で倒しに行こうとすることが多いんですけど、そこを深橋選手は、はい、そうですね、ボリ、はい、冷静ですね、深橋選手、ボリ押し合う、はい、茂木選手大きいですね、さあこかしていく、はい、これ宮城さん、疲れてる時にこかされるときついですよね。そうですね、浮き上がるのも辛いんでね、体力使うんで、さあただ石井さん、ちょっと茂木が大きいですか、パンチやはり。そうですね、少しこのパンチで倒したいっていうのがもう現れてますよね、はい、でちょっと足に少し力が入ってないので組んでも倒されちゃいますよね。そうですね、はい、ちょっとローがなくなっちゃいましたね。さあここはパンチで倒しに入るか、深し
取り蹴った方がいいですね、少し前の試合勝つに敗れて少し前進できたかなといった形ですが、全部見えてますね。すごい。さあ、試合の中で的確に当てていく深志。いいパス。さあ、ガードを閉じ開ける。ボディー当たらない。モテギ。さあ、ローが出た。まあ、深志選手はああいうふうにストップにロー、はい、打ってきた。ボディまあ、本選手のパンチの後で、まあ、肘まで持っていけると、一発逆転があります。そうですね。はい、さあ、ここは休んだか。第3ラウンドに入っています。深井選手、冷静ですね。うん、リラックスしたいですね。左足が痛いからといって左ばかりではなくて、奥足、右足ですね、相手の右足をやっぱ散らして深谷選手を蹴っているので、さらに左足がカットしづらくなるんですよね。真っ赤ですね、はい、かなり痛んでいる様子です、モテギ。さあ、残り10秒切りました。上回す、モテギ。やて肘狙ってきましたね。コネゴング大好き。さすが我慢ですね、モテギ選手。さあ、第3ラウンド、深志がリードを取って試合を運んでいます。あ、いやいや劣勢に回った茂木。3ラウンドを戦いました。はい、そうですね、あの深志選手は次のラウンドぐらいから倒しに行きそうですね。そうですね。ただいまのラウンドの採点はジャッジ3名が10対9、赤深志を支持しております。深志選手取ってますね。はい、10対9です。もう茂木選手はもう足、まあ、先に痛いと思うんですけども、やはり大振りにならないパンチからこの肘につなげられるといいですね。頑張って。第3ラウンド、ジャッジ3人がともに10対9で深志を支持しました。これから第4ラウンドになります。ラウンド2ラウンドありますが、茂木の逆襲あるか。第4ラウンド、そろそろ深志もギアを上げてくるか。距離を取る。一気に上がってきましたね。そうですね。切りに来てます。そうですね。でいきなり行ってしまうとやっぱ深志選手見えているので、はい、少しパンチからのつなぎで肘まで持ってくると。ラウンド1、2、3、4、選手のローは強いですね。強いですね。はい、前回やった勝地が相当足痛いって言ってましたね。やっぱりローキックってダメージが蓄積されてくるんですね。そうですね、やっぱり最初もらってると変わってる時は何でもないと思っててもですね、後半になってくると気づいたら本当にもうガクッとしてきたんですよ。本場タイで練習を積んでいてもですね、試合とは少しまた違うものがあるということを茂木が身をもって味わったんですね。はい、さあ、石井さん、はい、これで深志はですね、まあ、大事な試合も控えているところなんですが、そうですね、来月ライト級のタイトルマッチが控えてますよね。はい、いや、まあ、無傷で終わったんじゃないかな。はい、ロウはちょっと効いてるから、そうですね、足がちょっと、まあ影響はなさそうですね。はい、でもまあ、もともと僕の会長からローとボディで倒れてるやつは根性がないやつだとおっしゃってたんで、結構多分茂木選手は屈辱を味わったんじゃないかなと思います。今日はありがとうございました。相手が若手なんで、いつもなんかバカみたいな試合ばっかしてるんで、クレバーな
まあ、うまくも戦えるよっていう感じでやらせてもらいました。はっきり言ってた俺のこと嫌いな人もいっぱいいると思うんですけど、俺のこと嫌いな人はいっぱいブーイングしてください、でかい声で。で、俺のファンの人たちはこれからも俺楽しませるんで俺についてきてください。ありがとうございました。いやー、朝芽さん、はい、まあ、深志選手らしさが見えましたね、マイクも。そうですね、やっぱりガツガツ言ってくれて見せてくれましたね。